起きろ。もういい加減起きないと知らないからね。ちょっと、もう起きてんでしょ？目を開けなさいよ。何の真似だ、この変態！いきなり何すんのよ、たわけ！
女の子の胸触っといて、それで済んだら安いものでしょ。本当だったらそのまま闇に葬り去って存在を消してやるところよ。彼氏だろうが皇帝陛下だろうが、その権限を振りかざすなんて全くもって言語道断。親しき仲にも礼儀ありって言葉を知らないの？身をわきまえなさい。大体彼氏の分際で隣に女の子が座ってて、道中ずっと寝てますか？普通口下手でも話題なくても喋る、退屈させない、それが最低の義務でしょうが、それ全うせずに何が彼氏よ。1億年早いわ。君、名前なんて言うの？へえ、なんかいい感じだね。よかったら付き合ってよ。はいはい、夫婦漫才はそのくらいにして。着いたからそろそろ準備してちょうだい、お二人とも。はいはい、もういい加減にね。ゆうきさんも。
違う組なんだから、もう少し静かにね。は、はい。はい、それじゃあみんな降りて車外に整列ね。用を済ませたい人は駐車場の奥に見える宿舎に行ってくること。集合は今から5分後ですよ。それじゃあ結城さんも早く2組に戻りなさい。先生、怒ってました？さっき携帯で連絡した時はね、さっさと来いって。なんか罰ありですか？私、さあ、私担任じゃないし。冗談よ、そんな顔しないの。まあ転校してきたばかりだから、今回だけ特別よ。雨村くんとほとんど同時に来たってことには作為も感じるけど、間に合っただけでもよかったわ。よかった。あ、でも、別につくもとは関係ないですよ。私のは本当に寝坊なんですからね。それじゃあ2組に戻ってきます。昼食だよね。すぐ抜け出してくるから一緒にどっかで食べよう。ちょっと結城さん、勝手に。はい、分かってます。担任には行ってから来ます。変わった子ね。こーら、つくもくん、彼氏なんだしもっとしっかりしないとダメじゃないの。今のまんまじゃ振り回されっぱなしで大変よ。
まああれだけ元気のいい子だとちょっとやそっとじゃコントロールできないかな。でも案外相性いいかもね。そりゃ知ってるわよ。転校初日に告白でしょ。先生の間でも噂になってたわ。教頭先生なんか今時の子はなんて顔しかめてね。まあ、私の口からは何とも。もう気にしないの。あんなに可愛い子が彼女なのよ。どうだっていいじゃないの、そんなこと。ずいぶんせかすのね。それってなに？私と二人っきりってそんなに嫌なわけ？冗談よ。それじゃあ簡単に始めましょう。まず和泉神社に行く道だけど、2か所で分岐があるから青丸のところにある電柱には矢印の立て札を吊るしておくこと。迷わないようよく見えるところにね。あとお化け役の配置はこの赤丸の場所ね。ここ以外だと街灯があるから分かっちゃうし、民家も近いからなるべく避けるように。それに分かってると思うけど、谷川から脅かすようにね。この辺りって溝とかがあって危ないから。あとは、
珍しく弱気ね。もしかして怖い？その割になんか顔色すぐれないよ。変な夢？そうね、途中ずっと寝てたよね。ゆうきさん退屈してたわよ。どうしたの？急に考え込んだりして。
つくもくん、疲れてるのよ。補習の上に部活動でしょ。頑張り屋さんはよくわかってるけど、帰ったらゆっくり休みなさい。帰ったらと言ったでしょ。それまではちゃんとしなさい。するかな。それじゃよろしくお願いね。びっくりした？だから後ろから来たの。じゃあお昼にしよう。肝試しって今日やるの？私も行く。だって肝試しのとこ見ておきたいし。いいじゃない。私別に誰にも言わないから。それにさ、
私が怖がってパートナーの誰かにしがみついていてもつくもは平気なのかな。それじゃあ決まり決まり一緒に行きましょう。余計なもの見ちゃ。それに電気がなかったら私たち夜怖くて歩けないよ。何言ってるの、男の子だってそうでしょ。夜誰もいなくて何も見えなくて真っ暗でどっから変な声が聞こえたりしたらどう？でしょ。山は今日が初めてだよ。でも好きだよ。ずっとシアターでよく見てたから楽しみだったんだ。
これ外したらみんな困るかな。なんだか木の匂いですごく住み心地いいだろうね。昔博物館で見たけど、あれだけは絶対に嫌。そういう動いてる姿なんてお金出してでも見たくないよ。動いてるだけで害よ。存在してることさえ絶対間違ってるわ。世界平和のためにも地球上から抹殺するべきよ。この上って何があるの？泉神社。そう。じゃあ、つくもは肝試しの時、どこにいるの？別に。
トリップしちゃった。どうしたの？大丈夫？何よそれ、どういう意味？何考えてたの？あのね、つくも。もういいんじゃない？そろそろキャンプ場に戻らないと昼食が終わっちゃうよ。いいじゃない、後で確かめれば。もう帰ろうよ。肝試し出ないわけにはいかないよね。なんてね。ごめん、冗談だから。